ションチュ、こんにちは、ドクターレーションです。今日はね、久々に気に入ったカラコンがあったので、それをご紹介していこうと思います。でもインスタとかツイッターではめちゃめちゃ良すぎて紹介してたんで、気になってた方はいらっしゃると思うんですが、それをね、実際に動画でお伝えできたらなと思います。で、私がカラコンを選ぶ時のポイントなんですけど、一日中乾燥しないこと、目つぶった時とかにこのずれて下に落ちてきたり移動しないこと、着色直径が大きすぎないこと、これで選んでます。日本のカラコンで全部に一致するものっていうのがあんまり見つけられたことなくて、良かったのはサッシープロデュースのトパーズぐらいですかね。最近使って良かったのは。そんなところで、このエンシスというですね、カラコンを見つけましたので、お声掛けいただいて使ったらめちゃめちゃ良かったんで、今回は自信を持っておすすめできるカラコンを紹介します。まず一つ目がこちらです。エイリングレーっていうカラーで、レンシスで一番人気のカラーみたいです。なんかもやっとした感じなんだけど、ちょっと色素を薄く見せてくれるような印象にしてくれるカラコンなので、ちょっと節があるようなものをつけてた人がつけると結構柔らかい印象に変わって、ふわっとした春のメイクとかにすごく合わせやすいものになると思います。1ヶ月用とワンデー用ですね、両方購入して使ってみようと思って使ってみました。ワンデーもワンマンスもめっちゃ良かった。こういうところの開けやすさですね。めちゃめちゃ硬いやつってあるじゃないですか。あれめちゃめちゃイライラするし、そういうのが一切なくてめちゃめちゃ開けやすいこんな感じで、なんかあるのないのみたいな感じのカラーです。視線コーナーとこんな感じです。じゃあまだ実はあと残りの4つはですね、つけてないのでつけていきたいと思います。じゃあ次つけていくのがルシアチョコっていうカラーのワンマンスをつけていきます。こんな感じです。はい、今ルシアチョコをつけてきました。なんかめっちゃ自然っていうか、なんなのこれ、自然光で撮るとこんな感じです。すごくプリッとはするけど裸眼っぽいよね。着色直径はそんなに大きくはないんですけど、裸眼っぽくクリッとしてくれる、持ってくれるっていうコンタクトっていう感じがします。これは今までなかったなって感じ。次つけていくのはこちら、イサムライトのモカっていうのをつけていきます。これもワンマンスですね。これは見て、今までの中で一番ギラついてますよ。どんな風になるんでしょう。はい、今イサムライトモカをつけてきました。これもさっきの1個前の裸眼カラコンと大きさ同じぐらいに見えるんですけど、もっとそこにちょっと茶色っぽい要素が入ってるコンタクトになりますね。視線光だとこんな感じでしっかりカラコンつけてるなっていう感じになるかなって思いますね。小さい割に盛れるなっていう感じがめちゃめちゃあります。結構目がくっきり見えるなっていう印象ですね。はい、じゃあここからはワンであと2つをつけていきます。1つ目はこちら、なんだこれ、これはベティベージュというカラーになります。縁が結構濃いですからギラッとするんじゃないでしょうか。はい、つけてきました。なんか縁があるなと思った割に結構優しい印象です。自然光だとこんな感じの、はい、そして次はとうとう最後になります。こちらブリスブラウンのワンデーというものを最後つけていきます。こんな感じのシュ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 っていうのがたくさん入ったものですね。つけてまいりました。もはやね、つけてんのかつけてないのか分かんないという仕上がりです。こんな感じです。ふわふわっていう光彩みたいなシュ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 っていうのがもっとこう出るのかと思ったんですけど、私の目の色だともう本当にかき消されるぐらいの薄いこうシュシュシュっていう感じなんですかね。最後もすごく自然に仕上がるカラコンでした。はい、ということで久々にカラコンレビューをしていきましたが、韓国っぽいカラコンつけてみたいけどどれがいいか心配とか、そういう方はぜひぜひつけてみてもらいたいです。インスタにもね、着用画像とかどんどんバンバン載せてってるので、ぜひインスタ、ツイッターフォローもお願いします。そして YouTube チャンネルのチャンネル登録もしてくれたらとても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。